So how am I sounding? Testing audio. 3, 2, 1. Speakers are turned off. Testing audio. 3, 2, 1. Testing audio. 3, 2, 1. Testing audio. 3, 2, 1. And add the muted. Testing audio. 3, 2, 1. Welcome back to the most incompetent channel on Twitch. Okay, let's get going.慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りるのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。 桐生一馬が杯を返しに来たってな。おお、桐生さん、本気っすか？ああ、すまなかったな錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな桐生。組長に話をつける。 組を抜けてってことでいいんだな。キはい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います。クゼの兄貴、ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。
親父のお気に入りのテレビの時間なんでね。話だったら代わりに俺が聞いてやるよ。てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の利き方には気をつけろよ。ああ、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、ほら、学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞ、こら。今なら全部水に流している。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうか。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるってもんよ。ああ、確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。おお、何？Take them all on。てめえ。てめえ。Come on, let's go。兄貴分に向かって何しやがる？兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。こいつは俺がやらせてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。
That's what you think. もし生きて俺のとこまで来られたら、はい、聞いてやる。なら、首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。Ate him all to smithereens. Oh, I can pick up the table. Nice. How do I shoot? Just slap him. I'm gonna die. Yeah.
down. Got a gun. I'm not afraid to use it. Hands in the air. Not throw anything. Block from the other side. I don't see any other way. Guess I have to jump. Yeah, let's get all this. Wash your hands before you fight me, please. Thank you.
Just stay down. Jesus. Just stay down. Is this guy the Terminator or something? Stay down. Stay down. Please save that this time. なんか切るだけあって、なかなかやるな、おめえさんも。風間の頭もいいガキを使うとしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に、おめえと会ってたら、プロモーターになりたいぐらいだ。口が聞けなくなる前に吐け。 殻の一つの真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで 勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。Yeah, let's go. かかってこねえならこっちから行くぜ。 Isn't fucking. Tough one, bro.
Hiro, you got ya. Nice one. Come on. Kiryu, teme wa. What are you gonna do now? Kyudai, teikaze, kono ga shimashiru. タイマン張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器には程遠いな。でも親父、その頭が拾ってきた鍵がこいつです。桐生一馬です。 お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を 破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちり蹴散めつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、敵に手加減のか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、 いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟、あわぬ。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ。 これ以上、無様晒す気か。<笑>
さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。 Do it, coward. Do it.うちの若頭を一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長。ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のエッサンの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のエッサンも全く関わりありません。ですが、あの一坪で俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のエッサンの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人、そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめだからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだよ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうするJill.
どうすればいいんだ。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は橘と申します。橘、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです。悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。Has he got a glove on one hand?Not the other. Let's do some kind of prosthetic arm. 俺の服はだいぶ汚れていましたので、クリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。橘さんだったな。ええ。ご安心ください。私は堅気の人間です。カムロ町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ。料理本当に食べないんですか。右手は義手です。武作法ならば御用車を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのはどうなんでやめました。そんなことは聞いてね。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか。登場過剰。いくつもの花が集まって
大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場花序でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんた一体？あなたはひまわりで、錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。空の一粒に決まっているじゃないですか。また空の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが空の一粒を手にすれば、風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば、風間さんを守ることができます。それにあなたの縫い絹も晴らさなければ、神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。服はすぐに持ってこさせます。では私はこれで。Absolutely nothing. Stupid. どうですか？金なら好き連れて行く。
You got pocket tissue. キリュウ。お前大丈夫だったのか。おい、マジかよ。よく殺されなかったな。ああ、なんとかね。だがこれで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか。それじゃあおやっさんももう大丈夫ってことか。 おやっさんのことはまだだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り堂島組はおやっさんに責任かぶせる気でいる。なんでだよ。お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。堂島の大門が外れた以上こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだな。 わかった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は東条会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。俺何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。せめてもの、けじめだ。意識きっちり筋は通す。 筋って、お前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前、この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞かせてくれ。分かった。じゃあ、後でな。 Let's go home. I should head home for tonight. Here, fastest to walk north through the hotel district. Hey, you. No problem. Yeah, you seem to think you could just walk by me without a word. I know you. This isn't your turf. Why should I have to tell you anything? I'm not here to chat. If you don't want to get hurt, you'll leave all the cash you've got and get lost. Huh? So this is a showdown. You should pick your targets better. I don't have a single yen for chunks. It's over. Huh? You're not half bad. I'll let you off the hook this time. He's letting the fish. This is a good guy right here. If I'm having
comfortable with somebody like you to change my training regimen. Time to bump up the intensity. This is gonna be expensive. If I want to save up that kind of money, I'll buy some shit and down to damn it, get back here. Hey, you okay, man? Yeah. You just had the misfortune with Hiro Ikashira. Mr. Shakedown. Mr. Shakedown. He'll go after anybody that crosses his path. And then he takes everything they've got. Seem like you can hold your own in the fight. That guy's on a whole different level. He sets his sight on you, you run for it. He's definitely more than your average tough guy. His words. Still, I wish somebody would come along and beat all that stolen money out of. What did he get you to? Damn right he did. Took my whole holiday bonus. I knew I should have made a beeline to the bank with it. You be careful too, next time you're sitting on the staff of the bench. Oh, a rumor has it, Ikashira is not the only Mr. Shakedown. They aren't just a common Hiro thing. Stay sharp if you ever go out of town. Mr. Shakedown. He was insane tough. Probably haven't seen the last of him. Mr. Shakedown won. If you lose to Mr. Shakedown, well, you'll take all the money you have. If you spot him on the street, the safest tactic is to run away before he can walk you into fight. Mr. Shakedown too. If you can beat Mr. Shakedown, you will claim all the money. And he's carrying varies at different times. You can take him down, and he's especially flush with cash. You can make back more than that. I should just head home for dinner. Traffic cone, head, oh, head. Feels like I haven't been home in forever. Way too much has happened the last couple of days.
俺だ、キリュウ。入るぞ。ビールしかねえぞ。わかってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一粒を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。サスに目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな、東光クレジットの社長、さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つぼにおびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカ、なんだってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。他のやり方？いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか？あ？立花不動産？組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て、キリュ。俺知ってるぞ、この立花不動産。奴ら殻の一粒にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ。立花、町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ、空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうが、お構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってる。けどその中でも立花不動産は札付きだ。東上界本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか、立花の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べるのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わるな。
キリュウ。組抜けると決めた時から一人だ。雲の上だ。I'll be back in a few minutes.
I'm back. Maybe Nishiki's right, and I should accept Tachibana's offer. But I need more to go on before I can trust him. I should hit the town to see what I can find out about him. To go. Just running around the street until I find someone. I'm bummed that Cafe Blend closed suddenly. Them being open all night was a huge deal. Heard anything about it? The guy running the place just scooped down. Nah, they just moved the shop. They're across from that wall, the Anthea Square. It's a new sign. Oh, really? But wait, why bother moving? It's only a few blocks away. I got chased off by those guys, Tachibana Real Estate. I hear they didn't believe the guy had much choice. Same with all the other towns. A lot of them either moved shop or shuttered for good. Whoa. Well, that's nice. I'll have to hit them up in Theatre Square next time. Hey, Kiryu-san.
Yeah!
手加減しないぜ。 力みすぎだぜ。
っしゃやるじゃねえか。うわどうした？ドンマイドンマイ。おっしゃ。負けてられねえな。うわ。力みすぎだぜ。よし。ドンマイドンマイ。うわー。どうした？よっしゃ！やるじゃねえか。うわ！力みすぎだぜ。よし。どうした？くそ。どんまいどんまい。力みすぎだぜ。くそ。
よっしゃ負けてられねえな。うわ、どうした？悪いな。ついてねえな。手加減しないぜ。よっしゃ！やるじゃねえか。よっしゃ！負けてられねえな。力みすぎだぜ。どうした？力みすぎだぜ。どんまいどんまい。どうした？どんまいどんまい。よっしゃ！やるじゃねえか。おっしゃ！負けてられねえな。ついてねえな。力みすぎだぜ。
よし。ふん。調子だ。どうした？やるじゃねえか。ついてねえな。力みすぎだぜ。どんまいどんまい。どうした？どんまいどんまい。よっしゃ。負けてられねえな。八番をコーナーへ。Yeah.